見習え、モテる男は〇〇〇が早い、やたらと女にモテる魅力的な男って言いますよね。それに控え俺はなんてことも思うこともあるでしょう。彼らがモテる秘訣、それは思い立ったが吉日すぐに行動するです。例えば出会い、連絡先交換、1回目のデート、2回目のデート、告白、付き合うまでにこのように段階を踏むとします。初めての出会いの段階で気になる相手がいたとして、まだ出会ったばっかりだし連絡先の交換を次の機会にしよう、そう思ったことありませんか？そこがモテる男との違いです。彼らは気になる相手がいればすぐに連絡先の交換を求めます。そしてそれだけでは終わりません。その日のうちに早速1回目のデートの約束を見つけてしまいます。進められるのまでは一気に進めちゃうわけですね。1回目のデートが終わればその日のうちに2回目のデートの約束を見直します。そして2回目のデートが少しでもいけそうだと思えば交換です。とにかく迅速な行動、その日のうちにやれることは全部やる、それこそがモテる男に共通した行動習慣となります。詳しい動画は YouTube でもやっておりますので YouTube の方まで来ていただけると嬉しいです。それでは YouTube でお会いしましょう。